志果たさずしてショーは終えられぬな。はい、では信長の野望対シリーズパワープリット天下風靡シナリオの松永久秀編第16話ですね。得意面が減服しました。はい、もらったやつですね。はい、もらったんですよね、家康君からね、もらった得意面。はい、もらった2ヶ月後には、婚姻同盟でもらった2ヶ月後には攻め込んじゃいましたね。南部家が神前を報告いたします。これより表情を行う。神前深めてきてもね、どうでしょうかね。これにて表情を終える。具足は欲しい。あとちょっと軍事と商業、軍事と商業ですね。今年の元服武将は、お、福島正則、いいですね。あ、直政が来ましたね。いい直政。かたじけない。ご命令を。じゃあ、ちょっと手紙を配れますか。ああ、全員大丈夫ですね。アシナさん滅ぼしてもいいんですよ。アシナさん滅ぼすと、もうそのまま、北条さんとの戦争になってしまうんですよね。で、南部さん行くのもかったるい。どうしましょうかね。南部さんあれじゃん、これ。神殿深めようとかって言ってる割には、これ戦争に なるよね。交渉コマンドついてないですもんね。北条と手切れをして戦争、悩むところですね。南部さん行けますか。とりあえず南部さん行きましょう。南部さん、立ちはだかる者滅するのみ。南部さん行くんならちゃんと準拳場立っておけばよかったですね。撤去で、ここが4万、4万も集めてくるのかな。集めてこれないでしょ、4万も。じゃあこっちも3万2000で守り上げいけるでしょ。皆の者、なんかいきなりイベント入りましたね。これはガモ氏里のなんかのイベントですね。はい、ということで結構ね出てると思います。はい、ということです。早送りします。はい、したらあとはこっちからもちょっと持ってこうか。3万2000で進め、参るぞ。このままこっちの方に、あ、1万9000のここで当たる。進め、こっちはどこで当たる。参るぞ。こっちはここで当たりそうだね。うん、じゃあいいね。で、あとは2部隊で行くのもちょっと心もとないですよね。もう1部隊ぐらい出そうか。半年間ぐらい戦えるんで4万、進め、3万8000ぐらいね出るんで。じゃあここら辺とりあえず進め。じゃあゆっくりと、あ、兵糧買い忘れた。ああ、神殿深めるぐらいいいですよ。ああ、はい。
もうあなたはちょっと、ちょっとね、あれだったんで。あ、近畿地方を統一しました。報告いたします。ご命令を。はい、ということで、いい眺めでしたね。はい、ということで、歩兵をしていきましょう。さすがにここら辺はね、歩兵ちゃんとできますよね。できますね。はい。はそこまで戦争はしていたわけじゃないのでね。承知いたしました。承知いたしました。はっ、そうすれば結構兵出るね、こっち側も。たら長宗壁行っても良さそうだね。長宗壁行ってここ行けば、あれですよね。河野さんってすぐ従属しちゃうよね。ということで、じゃあちょっと部屋集めますか。ここが、ちょっと上限しられます。あ、これじゃわかんないか。上限。建築。ここだね。29,000。13,000。ほう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 。じゃあ3万ぐらいと1万ぐらいの部隊出せばいいってことね。ちょっとこの辺から3万ぐらいの部隊。6万も出ちゃう。いっぱい出すぎですね。3万ぐらいでいいんで。3万5千。進め！手を打とう！進め！と、あと、1万なんぼだから2万ぐらい。2万3000。で、5万で半年。半年持ちますね。はい、このぐらいのね。あれで半年持つの大丈夫ですね。進め！ではね、こんな感じで、兵糧変えましょう。取引を行いましょう。浅はかなり。はい、では進めていきます。この知恵で押し上がってみせるわ。はい、一人ね、武将来ましたね。かたじけないことです。で、標高48日ですね。使いの者が来たようです。佐野家と、あ、通商協定を結んでほしい。なんか知らないけど、まあまあいいでしょう。あ、いいです、いいです。佐野さんね、報告いたします。ご命令を。では、兵糧を買って。取引を行いましょう。で、こっちもだいぶ来たんで、あと何日ぐらいだ？あと27日。うん。いきなり行くとね、びっくりしちゃうと思うんで、長宗我部さん、先生に報告しておきます。立ちはだかる。集めておいてほしいんですね、兵をね。滅するのみ。では、3万5000の部隊を。行くぞ！こっちですね。出陣するぞ！で、こっちの部隊を。行きます。こっちですね。出陣する。で、ここら辺なんですけど、先月やっとけよっていうね、話なんですけども、はい。先月忘れてました。このぐらい撤去して、陣形上立っておきましょう。かしこまった。は
かしこまりました。ここまでは聞かない。はい、じゃあこんな感じですね。3個立つといたんで、ここら辺もね、戦場有利になるんじゃないのかなと思います。はい、ではこっちの方ですね、進めていきましょう。秀吉あって、じゃあ剣心さんはこっちに行って出陣する。行くとしようか。これ8万でしょ、ここ。ここでいいんじゃないの。出陣する。じゃあこんな感じでね、行きたいなと思います。この志必ずや果たしてみせようぞ。わしらの勝ちを勝ちどきじゃ。かたじけない。秀夫さん倒しましたね。占領しましたね。そしたらここら辺、あーでも1万なんぼだったらちょっと少ない方が良さそうかな。こっち行きたいね。こっちちょっと70日時間かかる。70日はちょっと時間かかるんで、参るぞ。こっちをこれにして出陣します。天心さんに ここかな。まあ衛生的にこんな感じがいいのかな。まあとりあえずこちらの方ちょっと寄ってみましょうか。あら、報告いたします。これより表情を行う。兵集めてこなかったですね。商業軍事は欲しかったはずなんでね、商業軍事で。これにて表情を終える。で、不足取れましたね。これで根拠力上がりましたんでね、だいぶ楽になったと思います。取引を行いましょう。来ないね。進めていきます。来ないなら来ないでいいです。これ方位ですね。方位でいきます。ちょっと長宗我部さんが出てきてくれなかったのはちょっと計算間違いですね。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って。ここ誰も取ってないじゃん。誰も引き忘れてるじゃない。わかりました。もう一部隊出します。はい、もう一部隊出します。いざ参ろうか。はい、行きます。方位57日ですね。秀吉さんもこっちに向かってた。25,000。ここの戦場は行くぞ。8万。じゃあ問題ないですね。じゃあこっちの方向かっておきますか。秀吉さんは出陣します。じゃあこんな感じで、志果たさずして賞は終えられぬな。一応調査会さんも向かっていってくれましたね。よかったです、よかったです。ご命令を。そしたらどっかこの辺お城取ったよね。歩兵しましょう。はっ。これパーマ使わないんでこんな感じかな。じゃあ兵糧買います。浅はかなり。はーい、ではね、進めていきます。使いの者が来たようです。アシナから使いの者が来た。通商協定はアシナさんと進んでもしょうがないよね。揺りぎません。ありがとうございます。誇りにかけた負けはせぬ。
え、またまた行こうか。ここだよ。出陣しよう。今日午後16日。ああ、2万で来る。参るぞ。じゃあちょっとぐるっと回って、こんな感じでこっち行きますか。皆の者、進め。では進めます。南部東北条さん、あ、いいですね。助立ちいたす。標高15日早い、早くていい、早くていいですね。もう行くぞ。土地はもらったぞ。片付け。山形は15日、こっちは25日。いや、間に合わないじゃん、これね。何のためのサーチなんでしょうかね。では、こっち狙っていってたのに、解散しちゃったね。行くぞ。ここは負ける。ここも負ける。ここも負ける。負ける。勝てないね。一番勝てそうなのはここか。したらちょっと遠回りですけど、ぐるーっと回して、ここ行ってこっち行くような感じですね。出陣するぞ。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。取引を行いましょう。じゃあちょっと上のこっちの方見ておきましょう。これ多分そのうち解散すると思います。志果たさずして賞は終えられぬな。歯向かう者に容赦はせぬぞ。はい、結構しましたね。勝てないんだよね。戦場不利なんですよね。でもここならいいかもしれない。ちょっと狙って出陣する。この勝利、毘沙門天に捧げん。行くぞ。我が義を示す。こんな感じで。強行で50日。こっちは包囲で55日ですね。こっちの方、16,000。行きます。ダメだね。負けるね。すでに当たってるね。じゃあここにしますか。いざ決戦の地へ。これは負けちゃう、負けちゃう。もう一部隊出しましょう。我に続け。逆にこいつがここ止まってれば動かないんでしょう。いざ決戦の地へ。その間にこいつ集めてピュッて行きましょう。待機する。貴様ごとき我が敵ではない。あ、ここ戦場広くていいですね。ここ行きます。進め。敵が我が領内に向かっております。どこ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 は向かってるの。ああ、ここを狙ってるってことね。
ちょっと間に合わないね。じゃあ松永さんに行くとしようか。こっちは何日だ？32日行くとしようか。14日ですけど、まあとりあえずここに行って、我に続け、ちょっとこいつが動くの待とう。待機せよ。報告いたします。これより表情を行う。軍事論議できます。これにて表情を終える。ご命令を。でもうそろそろいいんじゃないかな。手を打とう。これでいけば当たらないでしょう。我に続け。で、兵糧を買います。取引を行いましょう。こっちはどうなんだろう。こっちこの待ってる間に撤去で人権所建てましょう。新設で。かしこまりました。はは、かしこまりました。で、一回しない待てば多分勝てると思うんだよね。多分この城もらい受けよう。はい、二人ね、武将負けつきましたね。かたじけない。じゃあこの辺にね、移動させておきましょう。いざ参ろうか。あー、当たっちゃった。あー、これまあ負けるわ。あ、やっぱ勝てましたね。あ、負けると思ったら勝てました。それが乱世の制度よ。一応守り上げだったので、まあ、それが良かったのかなと思います。3万。参るぞ。手を打とう。一応こっちに持っていっときますか。進め。待機する。標高31日ですね。来ましたね。勝てるでしょ多分。あ、負けちゃった。やっぱ四国強いね。行きます。もう少し待機ですね。行くぞ。この勝利毘沙門天に捧げん。弾けない。で、あと5ポイントぐらいだと思うんですけどね。これは勝てるね。行きましょう。出陣する。はい、あとどのぐらいだろう。勢力ポイント的には、あと6ポイント。待機せよ。あー、森と同盟が切れちゃった。ゲチよ。と集中しすぎてましたね、戦争にね。交渉で同盟を組みます。はっ。
って切れたところはこっちも同盟は切れますね。同盟延長しておきます。はっ、はい、取引を行いましょう。を、パーダの闇取引を入れて。で、浅はかなり。兵糧を買います。ああ、失敗した。じゃあ、母兵ですね。何個かお城取ったはずなので、母兵しておきます。承知いたしました。はっ、承知いたしました。まあこのぐらいかな。まだあるか。承知いたしました。まあこんぐらいですね。このくらいですね。あとこっちの歩兵は終わってる感じですね。もうちょっと兵入れときましょう。はっ、はい、ということでですね、第15話ですね、この辺でね終了していきたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。